ジエリチャンネル。こんにちは、カジエリです。今日は初めてのオフィスルームツアーをやっていきたいと思います。半年ぐらい前に YouTube の撮影用のオフィス、まあ、スタジオみたいなのを借りて、いつもそこでメイク動画を撮ってるんですが、まあ、そちらの家具とか間取りとかコスメ収納とかを紹介していきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは動画スタート。はい、では入り口はこんな感じです。もう入ったらすぐにテーブルと椅子があって、まあ、ここで打ち合わせできたりとか、ここで撮影もしたりしてます。入っていくと、普段はこういう画角で撮影してます。この椅子に座って撮影してるって感じですね。このテーブルは大理石のテーブルなんですけど、楽天で購入しました。本当はなんかもっと高いやつ買おうかなと思ったんですけど、その似たようなやつが安く売ってて5万9000円ぐらい。でもね、そんな高くなかったんですよ。110センチですね、直径。こんな感じの大理石になってます。めっちゃ高級感あって高見えするテーブルです。で、この椅子はちょっとこだわったんですけど、フリッツ・ハンセンの椅子で、アントチェアって言って、アリンコチェアやったっけな、なんか、そういう名前の椅子です。これは、半年ぐらい待ちました。海外から取り寄せた椅子で、これ意外とこだわってるんですよ。なんか。こういう椅子ですね。はい。で、こちらの椅子は、どこのやったっけな、ちょっと、テロップで載せときます。実際に見に行って買ったんですよね。神田にお店があって、そこで購入したんですよね。ビーチ素材の椅子になってます。この取っ手がついてる感じですね。で、いつも座ってる椅子の方は、なんかこんな感じの、ちょっと学校の椅子みたいな。これもビーチ素材で同じ場所で買いました。素材は同じで形は別みたいな感じです。で、こちらもアントチェアですね。この4つの椅子が結構こだわりポイントでもあります。で、こちら、ソファーとサイドテーブルとフロアライト、あとアートフレームですね。これらはですね、一つ一つ紹介していくと、このソファーはモモナチュラルのソファーです。さっき座った跡がありますね。結構ね、ふかふかしてて、しっかり沈んでくれます。で、この、クッションカバーはザラホームで、奥のやつがアクタスのやつです。で、こちらはニトリの観葉植物なんですけど、これはフェイクグリーンです。ニトリのフェイクグリーンが一番本物っぽいって思うんですよね。結構いろんなとこ買ってみたけど、なんやかんややっぱフェイクグリーンやとニトリが一番綺麗です。ちゃんとしっかり葉っぱっぽいんよな。これ自宅にもあります。で、この透明のクリアサイドテーブルはバイマで買いましたね。韓国から取り寄せました。このシルバーのフレームがすごいお気に入りで、さっき紹介したフリッツ・ハンセンの細いシルバーの足、これにちょっと合わせたかったんですよね。で、こういう丸いサイドテーブルにしました。ここに普段はミルク置いたりとかして授乳したりしてます。で、この絵はコロコロ変えてますね。今もう3回目。変えて3回目なんですけど、これは楽天で買ったかな？これもまたブランド名載せときます。かわいいでしょ？かわいい系にしたいときは、こういう丸っこい犬とか曲線が描かれてるものにします。そして、このフロアライトなんですけど、これもね、楽天で買いました。実際、これに似たやつ、高いやつあるんですけど、この似たようなものが楽天に売ってたので、買いました。この大きい傘のライトが欲しくてですね、お気に入りです。本当は Amazon で一つ買ってたものがあったんですけど、こっちの方が可愛いと思って買い替えたんですよ。私は北欧インテリアが好きなので、こういうカラフルな色に白の曲線のあるものを使ったりしてます。で、ベビちゃんをいつもここで寝かせて撮影しております。もうね、うとうとしてる。このラグも最近楽天で買いました。で、本当はこの今ベビちゃんがおるところに、この机をですね、置いてたんですよ。でも、ちょっと娘が寝るとこがないので、こういうプレイジム置いて、今、机はこっちに移動してるんですけども、このプレイジムは楽天で買いました。もう超楽天ヘビーユーザーです、私。で、この机はですね、これね、一番高いんちゃうかな。この部屋の中で。そうでもないかな。
アーコールっていうヴィンテージのショップで買ったもので、アンティーク家具っていうのかな、結構古めの家具なんですよ。角が曲線になってるものが欲しかったのと、下にこういうラックがついてるものが欲しくってこれを買いました。まあ部屋を見てる限りちょっと温かみがある素材をよく使っていると思うんですが、それに合わせたかったって感じですね。で、こんな感じでちょっと私の本があります。こちらに進むとですね、こちらがデスクですね。まあ、ここで編集することはほとんどないんですが、一応デスクトップのパソコンは置いてます。これ工事のいらない Wi-Fi ですね。便利です。で、椅子はこれちょっとどこのやったか忘れたんでテロップ載せとくんですけど、これもね3ヶ月ぐらい待って韓国から取り寄せたものです。この椅子結構気に入ってて、こんな感じのちょっといびつな形してるんですよ。で、ここがラタンのような感じになってて、クッション性はほとんどないです。結構高反発、硬めですね。で、あとその座るところがね高いです。だから若干座りづらいこの机にとっては。で、エプソンのプリンターです。で、こちらが私の書籍、一応置いてます。この棚の中にはですね、商品のリリースが入ってたりとか、あと大事な書類とかが入ってたりします。よいしょ。この段にはエナモル そのサンプル、届いたサンプルとかが入ってます。歴史ですね、エナモルの歴史。これはエナモルのサンプルです。今発売されてある4色の最後のサンプル、結構使用感ありますけどね。こんな感じでサンプルが届くんですよ。これだけ見るとなんか分かんなかったりするんですけどね、商品になるとめっちゃ可愛いってなるんですよ。これも可愛いかふふ。一応クローゼットみたいな感じなんですが、扉とかカーテンとかなく、そのまま開いた状態でクローゼットがある、そんな間取りになってます。ここがコスメの収納場所です。見てこれ、シンデレラフィット頑張ったんですよ。じゃじゃーん、はい、こちらまず紹介していきますと、このねラックは楽天で110センチのものを探して見つけました。で、こちらは無印のケースですね。よくあるケースです。それをチェストみたいな感じにして使ってます。まずここは、クッションファンデですね。エパコスのものだったりとかを入れてることが多いかな。結構お気に入りのクッションファンデを入れてます。で、こちらはパレットタイプのアイシャドウ、大きめのやつですね、を入れてます。こちらも基本デパコスとかが多いんですけど、やっぱ形が大きかったりとかサイズ別に入れた方がいいなと思って、ここに平たくて大きいものとかは入れてます。なんか立てたりとかした方が見栄えは良かったりするんですけど、サイズ違いのものが多すぎて入りきらないので、こうやってもうベタ置きしてます。で、こちらはリップ類ですね。ああ、ちょっとごちゃごちゃしてるところはありますが、この箱の中に埋まるケースっていうのを見つけられなくて、私100均とかでうまく見つけて買ってる人とかいるけど、ああいうのね私見つけられないんですよ。まあある程度買ったりして一応立てれるスペースは用意したんですけど、ちょっと性格が出て雑になってますね。こちらは結構フェアリーな感じのアイテムが揃ってる、こうキラキラしたアイテムとか透明感のあるアイテムたちが多いボックスになってます。これがリアルですね。ガシャーンって置いちゃってますね、うん、綺麗にしようと思ったとしても結局いろんなものを取ってまた直してみたいなことが繰り返されるので、結果乱雑になってしまうっていう私の性格です。これは私が収納しやすいように取り出しやすいように作ってるのでご容赦ください。ここもこんな感じです。ここは結構黒系のもの、なんていうんだろう、ブランド的にはかっこいい系のブランドで揃えてるランですね。チークやアイシャドウパレットなどが多いです。アディクションナーズ、マック、あとセルボークとかですね。で、ここは何だっけ、
ここはプチプラのアイシャドウたちですね。ここは綺麗に立ててるんですけど、もうちょっとこっち入れるそのケースがないわってなって、結局こんな感じで乱雑に置くような羽目になってます。こちらは、新作のアイテムとかですね。これはケースが間に合わなかったで、こちらも新作のアイテムですね。ちょっと乱雑になっちゃってるんですけど、お気に入りの新作アイテムって感じで置いてて、でこれは結構全色揃ってるものとかを入れてます。ギフティングでいただいたものが多いですね。で一番下のこの深い棚は下地類ですね、置いてます。プチプラもデパコスも混合で置いてますね。とりあえず立てれるものは立てようと思って、これはケースをビチビチに入れてます。で、ね、やっぱ高さもそれぞれ違うので、アイテムによって結構収納難しいんですよね。こっちちょっとプチプラ多めですね、この辺とか。いや乱雑で申し訳ない。ペン類はですね、こちらに入れてて、ペンとかあとマスカラとかですね、こんな感じです。これは多分カラーものかな、カラーもののペンで、こっちはマスカラ類です。パンパンですね。こんな感じですね。もうね、どこに何入れたかっていうのも一応覚えてはいるんですけど、もうこれだけ多いと何が何かわからなくなってくるのは正直あります。ここ眉マスカラゾーンですね。でこっちにも同じものがあって、まだこっちには余裕があります。ここ新作のカラーアイテム、カラーペンとかカラーマスカラ類とかが入ってます。あと限定のものとかもね、こっちに入れるようにしてます。はい、じゃあ続いてはこちら。こちらね、まだ余裕があるんですよ。こっちはプチプラのクッションファンデとかコンパクトですね、フェイスパウダーやクッションファンデーションとかを置いてます。これプチプラじゃないね。これも限定のものとかかな。あと最近発売されたものとかちょっともう分からなくなっちゃってるところありますけど、でここの真ん中の2段は限定と新作をガシャンって入れてます。新作ゾーンですね。で、3ヶ月ぐらい過ぎたらこれが後ろのこっちに移動するみたいな感じで、限定新作とかは分けて収納してます。じゃないとわけわかんなくなっちゃうから。こっちもそうかな、こっちもそうですね。で、ここの中間ゾーンはクッションファンデーションです。で、この下の深いところがリキッドファンデーションたちです。こんな感じで並んでます。スティックファンデーションとかもそうかな、高さが違うから難しいです。で、ここがグロス類で、この辺はまだ余裕がありますね。で、この下の段なんですが、ここはスキンケアとかを置いてます。こんな感じでスキンケアいただき物が多いですね。やっぱりブランドさんからギフティングしていただいたものとかリリースされてるものが多いです。やっぱスキンケア類とかはこういう深さのあるものじゃないと収納できないので、ここに入れてます。で、その他もうちょっとびっくりするかもしれないんですけど、こんな感じでもうパンパンになってるものもあります。で、こちらがディノスで買ったキャビネットです。アンティーク調のものをね、探してて、本当は本物のアンティーク家具を買いたかったんですけど、ちょっと高すぎて諦めました。で、やっぱ木目の感じが好きで、上に乗ってるこういう小物たちも結構木のものが多いですね。こちらのライトはどこやったっけな、北と森のなんちゃらみたいなこのお店で買ったかな、神戸で買いました。で、このフラワーベースは引っ越し祝いにマネージャーがくれたもので、こちらはシャークアタックで買ったなんか小物入れみたいなやつですね。でまあ何でもいいんですよ、プランターとして使ってもいいしみたいな小物入れです。これは私が上京した時に初めて買った時計、もう長い10年ぐらい使ってるんですけど、コクーニストで買ったアンティーク調の時計です。あ、ベビーが起きた。はい、そしてこの電気も楽天です。アクタスとかに行ったらね、こんな感じのライトあって可愛いなと思ったら、めっちゃ高くて楽天で同じようなあるかなと思って探したらあったので買いました。本当はここのライトの色、オレンジのライトが理想なんですけど、やっぱ私はメイクを取るからオレンジのライトじゃ色味全く分かんなくなるので、白の電球にしてます。
中白色の電球です。そしてこの姿見はアマゾンで買いました。可愛くない？これゴールドのフレームになってて、こんな感じで、で上が丸なんですよ。でフレームラインもそこまで太くなくって、非常に高見えします。そんな高くなかったです。でこちらのフェイクグリーンたちはニトリです。これそのまま置いてますね、私よいしょ。これは確かシャークアタックで買ったかな。でこれニトリ、なんて言うんでしたっけこれ、プランター置きみたいなやつ、名前が出てこない私ソファーから撮るとこんな感じ、クローゼット側から撮るとこんな感じです。はい、いかがでしたでしょうか。温かみのある素材を使って北欧インテリアを意識したお部屋になってます。昔は白を基調にした韓国インテリアみたいな感じの雰囲気が好きだったんですけど、最近はちょっとカラフルなものを取り入れたり、差し色になる色を使ったインテリアコーディネートをするのが好きですね。参考になるかどうかはわからないですけど、このお部屋いいなって思ってもらえたら嬉しいです。それでは今日も最後まで見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。よかったらチャンネル登録とグッドボタンを押していってください。ありがとうございました。